大阪では高齢者をターゲットにした特殊詐欺が多発しており、市内でも被害が発生しています。特殊詐欺とは、電話やはがき、メールなどを使って息子や市役所職員、銀行職員などを名乗り、キャッシュカードを騙し取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言って ATM に誘導し、指定の口座に振り込ませるなどして現金を騙し取る犯罪のことです。大阪府は全国的にも特殊詐欺の被害が多く、令和3年中の特殊詐欺認知件数は1539件、被害総額は約24億円でした。守口市内では近年特殊詐欺認知件数が減少傾向にありますが、大阪府下全体では深刻な状況が続いています。還付金詐欺や架空料金請求詐欺、キャッシュカードを狙ったものなどが主要な出口となっています。市内の高齢者宅に銀行職員を名乗る男から、還付金がある、還付金を振り込むのでお持ちの銀行口座の口座番号と暗証番号を教えてください、キャッシュカードを交換しないといけないなどの不審な電話があり、その後自宅に来た銀行職員になりすました女にキャッシュカードを騙し取られる詐欺被害がありました。市役所職員、銀行職員、警察官がキャッシュカードの提出を求めたり、カードの暗証番号を聞くことはありません。キャッシュカードは誰にも渡さず、暗証番号は絶対に教えないでください。還付金が受け取れる、口座が悪用されているなどという電話は詐欺の疑いがあります。必ず一度電話を切って家族に相談したり警察に通報しましょう。